ッケー、イコちゃん。ぐらいだと丸ごと嫌いなの。すぐ怒っちゃって、また可愛いんだから。すぐ怒っちゃって、子供だね。じゃあ、下に行こう。あんまん。
が一番捕まりやすいけど。突然50キロ猫ね。そうそうそう。で、うちらがこうやってスピードを変に下げる。で、なんであの車遅いなって思い込んだ車が無理やり猫プーって呼んで、すげえスピードに達して捕まるパターン。Bluetoothイヤホンを使いこなすおじちゃんってちょっといいよね。 おかげでスキヤが取れました。いいじゃん、ゆっくりここやって。でもなくて、あそこのさ、ステージっていうかいろんな、うん、見てた全部こう見たことあるし通ったことあるような道ばっかりで、うん、どこら辺って言われると地名わかんないけど、でも通ったことあるね、全部見ながら見てる。昨日のやつ見てねえんだよ。パトピー昨日のやつは見てねえんだよ。ちょっと昨日一生持つ権利なくせばいいんじゃないの。そっちの方がいいと思うけど。それかもう何馬力以上ダメとかさ、軽自動車以上はダメとかさ。あ、軽自動車以上じゃねえか、軽自動車以上ってもうなくなるな。まあそれでもいいと思うけどね。なんかそういうパワーをそこまで180まであるのがそもそもおかしいんだよ。100までにしときゃよくね、100歩譲っても。はあ、寒い。長いからね。まだ後ろ回りさ、いや、もう曲がってる。チュマランチュマランってまあまあいいけど。え、なんで。あなた面白いこと言うからさ。なんで、おもりさんがいる方がなんか変な車に変なことされないで安全に行けるじゃん。まあそうなんだけどね。よいしょ。変わってるって。うん、青なるな。うん、OK。そう、超びっくりした。綺麗だね。絶妙なタイミングで。意外に今日まっすぐ。うん。
回変わるよ。好き